岡山の川端智之選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？今日も逃げ切れてますし、悪くないと思います。このバンクは2年ぶりだそうですけど、どうですか、この走った感触としまして。あまり印象っていうのはないんですけど、まあナイターですし、涼しいんで走りやすいです。やっぱり気候は違いますか、岡山とは。はい、とても涼しくていいですね。じゃあ気分よくレースもできていると。はい、やっぱり持ち味はダッシュ生かしたかましかまくりって感じですか？まあそうですね、自分のペースでかけれたらいいなと思います。さあ決勝はどういったレースをしていきましょうか？まあそんなに連日通り逃げでもまくりでもしっかり自分の力を出せるレースができればなと思います。相手は鈴木選手、まあ、大きくは二分戦という感じもするんですが、その辺も警戒しながら自分のレースですもんね。はい、そろそろ優勝もしたいんじゃないですか、久々に。はい、優勝目指して頑張ります。オリンピックに負けないように競技も競輪もって感じですね。はい、では最後に一言メッセージお願いします。優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。北海道の明田春樹選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？そうですね、全部連に絡んでるんで調子はいいと思います。やっぱりまあ地元戦はいつも気合入ってますもんね。そうですね、前回の函館記念ちょっと失敗しちゃったんで、今回は一生懸命頑張ってます。その分も結果を出していこうと。はい、そうですね。その決勝戦どういったレースをしていきますか？決勝は目標がないので、もう短期で優勝だけ狙って走りたいと思います。もう何でもやっていこうと。そうですね、頭直線突き抜けて優勝もちろんですね。そうですね、F1 函館の F1 の優勝がまだないんで頑張りたいです。では最後に一言メッセージをよろしくお願いします。決勝は優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。栃木の小坂俊之選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？はい、もう今日も1着取れてますし、いいと思います。準決勝は会心でしたね。そうですね、もう鈴木君頑張ってくれて、抜けるとは思ってなかったんですけど、踏んでみたらなんか抜けて、調子いいですね。さあ決勝戦どういったレースをしていきましょう？もう明日も鈴木君に食らいついて、まずはそこについていけることに集中して頑張ります。まずは番手をしっかりとですね。そうですね、はい、あとはまた刺したいですね。そうですね、もうチャンスがあったらなかなかないチャンスなんで、抜きたいと思います。では最後に一言メッセージお願いいたします。明日も鈴木君、関東2社ですが、うまく連携して2人でワンツー決められるように頑張ります。応援よろしくお願いします。神奈川の福田智也選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。どうもありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？復帰してからの成績が悪すぎて何とも言えないんですけども、決勝に乗れたので、いいと思います。はい、準決勝しのいでの勝ち合いですもんね。はい、さあ決勝戦どういったレースをしていきましょうか？難しい二分戦の競争なんですけども、短期で自分で何か見せ場作れたらいいと思います。はい、まずはどうしよう、位置を決めずにあとは突っ込めればという感じですね。はい、では最後に一言お願いします。南関東一緒ですけども、優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。福岡の大坪浩一選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見ていらっしゃいますか？そうですね、すごくいいと思います。連日伸び足非常にいいですもんね。そうですね、思った以上に出てますね。はい、じゃその S 級に復帰してからはいい感じですかね？そうですね、骨折してたんですけど、その間にいい練習できたんでいい感じで仕上がってます。じゃこれからどんどん結果も出していこうと。そうですね、出したいですね。はい、で今回の決勝はどういったレースになるんですか？そうですね、もう自分は位置を決めずに、何かやっていきたいと思います。また最後突っ込みたいですね。そうですね、ごちゃつけばチャンスあるし、ごちゃつかなかったら自分でさばきに行きたいと思います。では最後に一言お願いいたします。一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。岡山の大前博則選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？はい、僕自身の調子は踏めてるんで調子はいいと思います。このバンクは去年の記念競輪最後に来てましたね。はい、そうですね、毎年どうですか？そうですね、函館は走りやすいイメージがあるので、成績はね、ちょっと別として、はい、
ぱその岡山とは気候も違いますもんね。そうですね、もう過ごしやすいし夜の方が涼しいし、はい。で今回の決勝はどういったレースをしていきましょうか。もう、ね、道元の川端君強いんで、後ろでどういう展開になってもね、集中して自分がやれることだけ、はい、やれるように頑張ります。まずはしっかり番手を回ってラインで決めたいですね。はい、頑張ります。では最後に一言メッセージよろしくお願いします。はい、まあ、自分のできることを精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。新潟の鈴木信之選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか。まあ、動けてるんでいいと思います、はい。まあ、初日が豪快なまくり、準決勝は逃げていい感じですね。そうですね、はい。さあ決勝どういったレースをしていきますか。まあ、2射っぽいんで、まあ、どうにか攻めたいですね、はい。相手は川端選手、手強いですね。かなりタイムも今日出てるんで、まあ、勝てるか分かんないですけど、はい。ただ当然そのチャンスあるわけですから負けないようにと。まあ、そうですね、決勝乗ったら全部優勝する気で走ってるんで、はい。では最後に一言メッセージお願いします。まあ、優勝できるように頑張るんで応援してください。大分の大竹慎吾選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか。そうですね、初日はちょっと重たかったんですけど、今日は軽かったです。まあ、このバンクも昔ですが優勝もされてますもんね。20年ぐらい前ですかね。いいイメージは多少持ってらっしゃると。そうですね、はい。で今回の決勝はどういったレースをしていきましょうか。中四国川端君の4番手に行こうと思います。西日本勢でまとまって、あとは突っ込もうと。はい、コースが開けば突っ込んでいこうと思ってます。ベテラン大竹さん、元気の秘訣は何なんですか。そうですね、やっぱりこの競輪好きなんですかね。競輪とか自転車が好きなので、それがモチベーションになってます。それがもう研究熱心であり、結果も出てくると。そうですね、もどかしい時もありますけど、結果が出た時の爽快感がたまらないです。では最後に一言メッセージよろしくお願いします。はい、明日、コースが空いたら一生懸命突っ込みますので応援よろしくお願いします。徳島の堤博選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか。そうですね、復帰から振った場所目にしては上出来だと思います。まあ、このバンクも結構何度も昔からレースされてますもんね。はい、そうですね、はい。涼しいですか函館は。最高ですね、はい。じゃあいつも来ていただきたいですけれども、はい。さあ決勝どういったレースをしていきましょう。あ、もう岡山の後ろで頑張ります。あとはしっかりとライン組んで直線勝負ですね。そうですね、はい。では最後に一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。応援のほどよろしくお願いします。